クリームで仲直り、コンビニもだっていいじゃん。お腹すいた。違うんですよ、前髪が浮いちゃうねんな、こうやってお風呂上がりってなんか浮いちゃうんですよ。だから止めたいねんけど、なんかうまくいかない。何だって欲しかって。じゃあみんなにいいもの見せてあげます。ごめんねだりだだだじゃん、ドンペンのピンを新しくゲットしました。ちゃんとついてんのかな。はい、ドンペンです。ドンコです。これはドンキでなんか洗顔探してたらこのピンついてくるやつがあったので買いました。ミラボありがとう。ちなみにドンペンもいます。見えないな。ドンコとドンペンだからあれなんですよ、洗顔してる顔。やばくない？かわいすぎない？とのことです。ごめんね、だだだだ。なんか松葉してるからさ、すっぴんね。でもよしハートお花ありがとう。でもコンタクトは取らずに待っておきました。ドンキの申し子とのことです。結婚はちょっと今すっぴんなので無理です。やった、握手しか生きる。お、嬉しい、待ってる、ほんまにね。さつきちがお姉ちゃんにしたいらしい教科のこと。どうしよう、可愛すぎてどうしようかと思った。あれ見た時に可愛いって一人で言っちゃったもん。だけどちょっと教科にはちょっとお姉ちゃんが務まるちょっと自信がないですね。でもそのもう一人のお姉ちゃんがゆうかさんで、すごい俺得って思いました。今日がもうお姉さん、ゆうかさんお姉ちゃんにしたい待ってたよ、ありがとう。でもちょっと今日かはちょっとお姉ちゃん歴がゼロなので、お姉ちゃんできる自信ないんですけど、でも人生で初めて可愛がる年下にができる可能性もあります。人生で初です。今日から年下の友達マジでいないんで、普通の友達、そうメンバー以外で年下本気でいないんですよね。ゼロ、年下の LINE 持ってないと思います今日からそれぐらいなんかなぜか自分の周りには年上が多くて、もしくは同い年だから、人生で初めて妹ができる可能性がある。かわいいなさつきち、こんなお姉ちゃんでいいのか教科お姉さん爆誕する可能性あります。爆誕です。この20年の歴史が塗り替えられる可能性があります。きょうちゃん今日幕張の剣ゲットした、嬉しい、待ってるからね。みんなちょっとほんまに今日が早起き頑張るので、一部から来てもらえたら助かります。本当に本気で一部から頑張るので、結婚はちょっとすっぴんなのでできないです。これかわいいフルーツのやつありがとう。お元気です、ハートありがとう。かわいい、まさかさ自分がさなんかあげてもらえると思ってなかったからびっくりした。なんかさつきちゃんの周りなんてもうお姉さん要員たくさんいるだろうに、その中から選び抜かれました。イエーイ、嬉しいな。また話しかけようと。めっちゃ可愛いんだよ、ハートありがとう。お、ヤイズ待ってます、ほんまに楽しみ。
言うてね、あれももうすぐ、割ともうすぐなんですね。あと1ヶ月切ってて、結構びっくり、結構もうすぐですね。すごい楽しみです。てかさ、やばくない？多分髪の毛めっちゃ綺麗なんですよね今。この前ね、美容室に行ったばっかりだからめっちゃ綺麗なんですよね。髪の毛がツヤツヤサラサラみたいな、なんかよくわかんなくて、いつも美容室行くたびになんか、どういう感じにしたいですかあなたはみたいな言われるから、なんかすごいもうツヤツヤにしてほしいですっていつも言ってるんですよね。だからツヤツヤになりました。あの質問困らん、なんか普通にどうしたいですかみたいな言われてもさ、わかんないです。どうしたいもこうしたいもツヤツヤにしたいんだと言います。いつも久々に配信見ても髪の毛サラサラツヤツヤで、さすが嬉しい、見逃さないで毎日、お花ありがとう、お花ありがとう。髪の毛すごく綺麗でもね、この髪の毛の綺麗さはストレートだからこそ輝く可能性あるので、あでもね、巻いても結構綺麗に見えるね。なんかセットしちゃうとあんま分かんないんですけど、そらそうか固めてるから。でもストレートとかにするとめっちゃ綺麗に見える。立ち見からでもツヤツヤ輝いてた、ほんまに嬉しい。秋っぽく難しい。インスタストーリー投稿しました、巻き巻きのポニテ、そう巻き巻きポニテ、巻き巻きポニテ一番好きなんだよ。また転生したいです、必ずできたらいいなって思ってるんですけど、だからマジでみんなもできること願っててほしい。ちょっと今日がね、ちょっとウィンブルドン1回きりで終わった前例があるからちょっとさすがに訂正はね、ちょっとまたできるように願っといてください。ドキドキですねちょっとさすがに前例あるんで、結構ウィンブルドン引きずってる曲、いまだに毎回あれ京子じゃないみたいなやりたいもんだって。あとありがとう、知り合い連れてく、え連れてきて、絶対一緒に来て、転生やってたの見てこれた、可愛かったでしょ。ウィンブルドン制覇いつまでもね、今でも願ってる、願っててほんまに。ウィンブルドンからあと1ヶ月で1年、えやばい、1年やってないのやばくない、なんでだよ。大好きなんだけどな、年一ワンチャンあるな。いやでもその間にガラス挟んでるんで、やばい、今日がガラスのアイラブユーを年末の二十歳以下公演でやったんですけど、アンダー20、二十歳以下アンダー20公演でやったんですけど、それでちょっとワンチャン、あれ自分ってもしかしてみたいな、可愛いユニット要員なのではってなったんですけど、よく考えたらあれだけなんで、ワンちゃんほんまにその時の遊び心でやらせてもらえた可能性もあります。ウィンブルドン来ないかなって期待してる気持ち、いやんな、京子も実は毎回思ってる。えでもアメピも大好き、ダチョウも一回だった。え待って、京子一回しかやってないんか。ハートありがとう。え、オオカミもやりたい、とってもおかしいな。でも自分ってさ、そのさ、ダンスのイメージがなかったらワンちゃん可愛いユニット要員やったんかな、違うのかな、どうだと思います。顔だけ見たらでもなんかそんなブリブリはしてないか、
分からんけど、それは結構イメージでもあるよな。どうなんやろ、自分のイメージ、どこでそのイメージがついたかも結構気になりますね。でもちょっとこれ伝わってない気がする。今日か、可愛いユニットめっちゃやりたいですよっていう気持ち多分伝わってない。なんか強化みたいなタイプの人って逆になんかあんまフリフリブリブリ系やりたくないって思われてる可能性もありそう。ワンちゃん結構思うんですよね。それだからといってかっこいいユニットやりたくないわけじゃないんですよね。16人姉妹とか言ってそう。嘘なんか意外と野蛮から、やっぱそうよな。アギありがとう。伝わってない説あるよな。だからといってダンスユニットとかなんかかっこいいのできなくなっちゃったら悲しいんですけど、それはそれでね。結婚してちょっと今日はすっぴんなものでね無理なんですよ。またメイクバッチリの時にお申し付けください。あとありがとう、可愛いユニットめっちゃ似合うと思ってる。そうなんだよ、そうなんだよな自信あります。ちなみに僕可愛いユニットできる自信あります。だからみんなももっと言ってください。きょうちゃんにもっと可愛いユニット、きょうちゃんの可愛いユニットが見たいんだと、見せろと、ぜひ声を大にして言ってみてください。したら伝わるかもしれないです。やばいやつ嬉しいですね、懐かしい。そうね、どんなユニットもできますと、自信あります。レジスタンスやりたい。ちょっとレジスタンスめっちゃなんかやってそうじゃない、今日か。てかなんかちょっと反抗期な感じがすごい自分っぽいなって思った。スカート2センチ折ってみたいな。2センチどころじゃないよそんな、2センチもっといけるよっていうくらいなので、多分めっちゃレジスタンスハマり役な気がするいつかやりたいな。だけどちょっと JK じゃなくなってしまったっていうのは結構思うところある。ガチ JK の時にレジスタンスやりたかった。めっちゃミニスカでレジスタンスやってほしい。やりたい、まつげのまつエクとネイルで武装してやりたいですね。マジでやりたい。レジスタンスルールにうんざり未成年なんですけど、ちょっと成人してしまった。ちょっとそこが心残りですね。制服を脱ぎたくなってきたと、レジスタンスはJK のうちにやりたかった。ちょっと制服を脱ぎたくなってきた、めっちゃ好きなんですけど、でも多分一生できないような気がしててさすがにやりたいんだけどね。ルールにうんざり、新成人やばいちょっとさすがに未成年やからルールにうんざりしてても、あ、そういう年頃だよなってなるけど、新成人がちょっとルールにうんざりとか言ってもさすがにあんたは大人になれよと思われそうですね「ガラスの I love you」ね、ガラスも大好き。めっちゃ衣装可愛くて気持ちが伝わるかなかな、微妙な距離の僕たちはガラスの I love you、 ドキドキするね。いや可愛すぎあの曲、またやりたいな。でもなんかちょっとイメージついてないのって結構悔しいですよね。ちょっと風向きを変えていかないと。クイッ。
ペンシルシップやったことない、やりたいのに。やばい、ちょっとまだ間に合う、多分まだ間に合うんで、これからちょっと可愛いユニット要員ということをえ、こんなにさ可愛いユニットやらせろよという人っています？結構おもろいよな、可愛い、ありがとう。あなたたちなんで、でも逆に二十歳以上公演だったとしたら一番最年少になりますから、ってなったらさすがに可愛いユニットとなるでしょう。知らん、あるか知らんけど、でも去年アンダー20はちゃんと公演だったけど、アンダー20上、アンダー20より上の人はさ公演じゃなかったよね、確か。オーバー20というのはやめてくださいよオーバー20やばい。グーグー、ありがとう、待ってたよ、ありがとう。トークショー的な感じ、なるほどね。まあでもちょっと K2 の中ではよく考えたら自分下から2番目なんですよ、年だから、ワンチャンあります。嵐からの楽屋場所またやりたいですね。1回だけしかやったことないから、衣装がめっちゃ可愛い。ユニフィールのライブ開催されたら可愛い曲だらけだろうな。なんかよくやりたい曲とか話すんですけど、なんやろ、京香のやりたい曲、うん、ほんまに眼差しさよなら結局可愛い曲じゃないなんやろ、でも可愛い曲でやりたいのって言ったらもう、あ、違う、釘付きウィンクどうしてもやりたいんですよね。できるかな、アミさんもいますしね3番目、あのサラちゃんとサクが同率最年少だから2番目ということです、年で言うと。2番目の代ユミフィーの東京も行く予定、え、嬉しい、待ってる。ミミフィーユの中だと下から数えて7番目ですね。K2 から JK がいなくなってしまう。え、高3か。なんかサクずっとさ、なんか高2のイメージ強いからさ、びっくり。高校卒業するんやばくない？下から7番目。そうなんですよ、下から7番目なんですよね。全員で何人か分かんないですけど、下から7番目ってことは分かります。ティーンズユニットです、ティーンズです。私はマインドはマジでそうですよ。やっぱあと2分しかない、困った。まあでも最近ね、赤ちゃん帰りもしてますし大丈夫です。まだルールにうんざりしてる未成年なのでティーンズということです。今日幕張のトーク会取りました、え、嬉しい、待ってる、みんな待ってます。本当に早起き頑張るので朝から会いに来てくれたら嬉しいです。明日も一日頑張っていきたいと思います。
13位アンドハロ、12位ハル、11位ウジ、10位ドンドロ、9位カツボン、8位ワカ、7位タカヒロ、6位ケイタ、5位ラブベリー、4位ネコ鍋、3位上も、2位アキラ、1位渡辺三郎でした。ありがとうございました。おやすみなさい。焼肉食べたい。明日は早起きしてみます。バイバイ。おやすみなさい。バイビー。おやすみなさい。バイボイーン。